ズの話ちょっと聞いていい？はい、トミジョン。トミジョンね、はい、結局そう、僕でもちっちゃいんですよね。ちっちゃっ、はい、え、今最近はこれでちっちゃいの？ちっちゃいですよ。あー、でかい。これですから。うわ、両太郎で10センチ以上何針ですか？15針ぐらいある。これぐらいありますね。20センチぐらい。ここは？あ、こっちから抜きました、この剣。ここからここまでは切って。ここも切ってるんです。え、でもこっちだって長いから切らないと。どう多分ここだけです。切って抜いたら どっかでどうやって抜くんだろうそれ。でも実際そのトミー・ジョンって僕の場合そこまで痛みはなかったんですよ、はい、投げてて。で、投げれるけどちょっとなんかおかしいなとか、ボールがいかないとか、温まりにくいとかって違和感あったんですよ。その人体が、まあ、損傷しましたっていう時の状況とかでどうでした？はい、僕は2021年の9月に手術したんですけど、21年の4月からもう激痛で、激痛なんだ。なんか僕痛い時何回かあるんですけど、そうそうそう、治るんですよ。そう、はい、肘って治るんですよ、うん、で何回か痛ってなってて、はい、ちょっと痛いな、あ、おかしいってなるんだけど治るんですよ、はい、で行けるようになるんだよね、はい、それ何回か繰り返す、うん、あれ多分損傷してるよね、あの時にね。そうですね、ちっちゃくね、はい、ちっちゃくいってるよね、はい、で治るんで、これもまた治るかなと思ってたんですけど、うん、もうずっと治らなくて、でも1年頑張ってオフに入ったら治るから多分、うん、ちょっととりあえず頑張ろうみたいな、オフシーズンまで、うん、で投げてたんですけど、僕は日常生活でも痛かったですよ。シャンプーも痛いですし、そのボディーソープ押すとかで痛いんですよ。ズキーンって感じ、あーみたいな。で一球一球結構僕も球速がすごい落ちてて、88マイルとか初回で、温まってきたらもうちょっと出るみたいな、とはまあ薬も飲んでたんでごまかしてたんです。あと熱いの塗ってとかあったんで、で最後もう限界が来て、これはもう無理だなっていうので病院に行ったらトミー・ジョンって言われたので、悩みましたね、正直やるかやらないかは。あ、そうですか、はい、どの辺が悩む理由なんですか？まあ、ちょっと、まあ、日本の先生とかだったら年齢的にっていうふうにも言われましたし、まあ、僕自身も今までその怪我なくずっとやってこれたんで、自分が手術するはずないっていうこのマインドというか、自分が怪我なんかするはずないと思ってるので、そのトミー・ジョンって言われた時に信じられなかったというか、あの考えがあったりとかもして、もう結構考えたというか悩んだんですけど手術するまで。で僕が手術してもらった先生の病院に行って、まあ、話した時に悩んでるんですって言ったら、まあ、今からじゃあチームに戻れって言われて、ブチギレるまで投げてこいって言われて、ブチギレたら手術してやるって言われてなるほど、そうならないとお前は納得できないんだろうみたいな風に言われて、極端なこと言うね。そうなんですよ。それで、いやでもめっちゃ痛いからもう投げれないですって言って、まあ、僕もよくよく考えたらこの痛みを我慢しながら、まあ、その時34歳だったんで、まだキャリアとして、うん、まあ、5年以上投げたいなとも思ってましたし、この痛みに耐えながら5年は無理だなっていう思いで、あの手術した方がいいなっていうか、うん、まあ、この1年を無駄にしたとしても後のキャリアが伸びれば結局同じだなっていう考えと、まあ、あとはフリーエージェントが2年あったっていうのが、1年リハビリで1年最後の1年投げれば契約新しいの取れるからっていうふうに言われて、うん、まあ、タイミング的にもそのいいかなと思って手術に踏み切ったんですけど、やった後は本当にやってよかったなと思ってます。手術内容っていうのは普通に人体の移植手術、それとも補強のする人体移植と、僕あの人工人体も入ってます。人工人体、はい、全部人工人体なんですか？あ、普通の人体と人工人体をダブルで、うん、はい、より強くするという。そうですね、はい、大谷君もそれをやったんじゃないかって言われてる、ね、はい、おそらくでもみんなそっちになっていくんじゃないかっていう、最近はそれが主流じゃないかって言われて、術後とか痛かったですか？いや、痛くなかったです。あ、そうなんだ。僕はなんかリハビリであれですよね、なんかやる痛いのやるって聞いたんですけど、はい、僕はそういうの全くなくて、じゃあ結構スムーズにはい、行きましたね。痛いのってどうやるんですか？なんか引っ張ったりする？いや、例えばなんか筋肉付着しないようにとかいろいろあるんですよ、はい、でも術後手術して起きた時は痛かったでしょ？でも、あ、痛いです痛いです。めっちゃ痛いよね、はい、1週間ぐらい痛いんですよ、はい、まあまあ切ってるからね、はい、こんなに切ってるし開けてるし、思ったよりもダメージがすごくて、分かる分かる、めちゃくちゃなんか気持ち悪なんか痛かった。僕吐きましたもんその日の夜。そんなに、はい、なんかもうトイレ行くだけでもうフラフラして、アメリカの場合なんか麻酔も強そうだし、痛みとかね、でも朝手術して昼に帰らされたんで、もうすぐ帰れって言われて、ホテル帰ってフラフラでもう帰りました。アメリカそうなんだよ、産後も出産後すぐ帰らされたもんね。まあでも本当今なんか若い選手とか本当に痛いんだったら僕は手術はおすすめします。まあ1年やって、はい、気づきましたけど、我慢し
せずにもっと早くやっとけばよかったなっていうふうには思いますね。僕は9月まで我慢してしまったので、早ければねもうちょっと早く戻れば、まあ 早いですし、タイミング的にでも損傷って言われてるね、はい、もしかしたら戻る、まあそんなに激痛だったらしょうがないんだけど、うん、まあ実際戻る人もいるじゃない、損傷、うん、まあ、手術せずに。そうなんですよね、まあ、人体切れても投げれる人もいますから、どこまで切れてるかだからさ、ね、バッサリ切れたらもう手術しかないって、はい、もう本人も分かるんだけど、うんね、ちょっと何パーセント切れてますとかよく言うからさ、はい、まだいけんじゃねえとかって。そうだから医者によってはドクターはもう手術適用か適用外かなんですよ。でも適用って言われててもできる人もいるんですよ。そうそう、だからしかも人によってね、ドクターも、うん、まあ、日本とかやったらもうちょっとコンサバやから、アメリカってやっちゃやっちゃやけど、うん、日本でやったらいやこれぐらいならまだいけるよと言いますよ、ね、っていうこともあるから悩むよね、うん、やっぱり、まあ、でも投げれてダメで投げれて、でもこれが繰り返してるんだったら早い方が絶対いいですね。そうですね、はい、あとはパフォーマンスが落ちるんであればやった方がいいかなとは思います、ね、うん、僕は圧倒的にパフォーマンスが落ちてたので成績も悪かったですし、我慢しながらやっててもおそらくクビになるというか、成績悪かったらクビになる世界なんで、我慢してやっていいことないなっていうふうには思いましたね。これで結局1年半に5で今復活する、はい、復帰するじゃない、はい、でその時はやっぱりまだなんかおかしな感じなわけ。おかしくはないんですけど、僕は投球フォームとかに影響が出てて、投げてる感覚がすごい違和感というか、まあ、さっきも言いましたがリズムとかでいつも気持ちよく投げてたのがそれができなくなって、もうなんか違うな、なんか違うなでずっと6月ぐらいまではやってたんですけど、あとは1試合投げた後にやっぱ張りが来たりとかっていうのを毎登板繰り返したりとか。そうだから1年目はやっぱ違和感あったりとか、うん、炎症も強いんですよ、うん、反応が出ちゃうんで、うん、でも2年3年ってなってくるとやっぱ良くなっていく。僕3年目にはもう何の違和感もなく投げられた、うん、多分これからどん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 良くなっていくとは思いますね、はい、でも1年間1年目はやっぱさすがにねちょっと違和感ありますよ ね、うん、うすね、もうちょっと続くと思います、はい、これはね。球速がもう変わりましたよね。そうですね、球速がだいぶ元に戻ったので、うん、投球フォームの見直しもあったのと肘の不安がなくなったというか、うん、やっぱ投げたら張るんでできるだけ出力を抑えるというか、張りが来ないような力加減でやっぱ投げてしまうというか、うん、全力でいったら来るんじゃないかっていうのが怖さもあったので、うん、その怖さが投球フォームをちょっと崩したというか。そうですね、崩したのもありますし、パワーもやっぱ 80%、うん、70% ぐらいで試合まとめられたらいいなっていう感覚で投げてたので、それがやっぱりうまくいかなかったっていうところもありますね。でもやっぱりこうやって手術を成功した選手が特にアメリカなんてたくさんいるから、はいはい、それはいいよね。例えばね、もうみんなあえて復活してきてるし、ね、はい、まあ、いろんな方がやっぱりして成功してるので、うん、リハビリに対する不安はないというか、うんうん、僕はなかったんですけど、まあ、1年とかね1年半時間がかかるからね、はいはい、その間はちょっと多少不安あるかもしれないけど、ね、1年半でもトータルかかった。僕はオフシーズン挟んでるので少しこう長かったというか、9月で次の年の9月戻れたんですけど、うん、チームがもうプレーオフ敗退というか、あのそうかそうか、戻る必要がなかったのか。そうですね、で戻るとしてもイニング短く重ねていかないといけないので、戻るとしてもやっぱりマイナー少なくしてメジャーに中継ぎで戻るので、うん、そこで戻るメリットはないんじゃないかっていうのをドクターから言われて、うん、まあ、チームからもあのプレーオフ勝ち進んでいったら、うんうん、まあ、可能性はあるかもしれないっていう形だったんですけども、負けてしまったので、まあ、戻らなくていいというか、戻るメリットはないということで。なるほど、はい、じゃあゆっくりリハビリできたのが良かったですね。ゆっくり僕は1年半ぐらいかけてできましたね、うん、そうかそうか。でもバーランダーとかあれ39ぐらいでやったんでしょ、じゃなかった。やりましたよ ね、 そうですね、確かね、はい、いますよ。僕のチームメートでも40で、トミー・ジョンして1年間自分でリハビリして、うん、どことも契約結ばず、うん、で戻ってきてメッツと契約して、そこからやっぱいい契約結んだ選手もいるんで、うん、だまあ日常生活に影響を与えられたらね、はい、だから いずれやるしかないもんね。そうですね、投げるだけっていうのはね、うん、そこまでやらんで、ポンポンして痛いぐらいだったら結構痛いね。いやすごく痛かったですね、うん、まあ人によってやっぱり1球で切れたりとかする人もいますし、まあ、僕みたいに痛みが長い人もいると思うんですけど、だから戻った時に僕は怖さはないんですよ。1球で切れてないですし、うんうん、ずっと痛みがあったんで、なくなった幸せみたいな痛みが、なので復帰した時の投げる時の怖さとか、リハビリ過程中に投げるのに怖いとか全くなかったんで、もうそのあたりはいいんですけど、日常生活はもう携帯も最後の方携帯も痛いというか、そんなに
何しても痛いんで、ご飯食べるのも箸とかも痛くて、よくそれで手術しない方向を考えたよね、はい、痛みに強いんですよね。その肘痛い時に歯も痛くて僕それもずっと我慢してたんですよ。ダブルで痛くて、で手術した時に一緒に歯もやっちゃうと思って歯医者行ったんですよ。そしたら神経多分死んでて、ここまで我慢できる人いないよって言われてアメリカで。なんで痛みには多分強いので我慢できるタイプ。それがいい方向に行きゃいいですよね。そうなんですね。それが悪い方向に今回は、はい、出たんですけど、まあ、でもいいよね。なんかやっぱりこうやって復活してくれる人がいるとね、みんな手術っていうのは、ネガティブな人もいるからさ、多分これから復帰すら早くなる時代も来るんじゃないかなと思いますね。トミー・ジョンでも1年って言われてるけどもうちょい早くっていう、そうですね、だってもおかしくはないですよね、はい、あとは人工靭帯だけの手術もあって、それだと半年で戻れるんですよ、って言われてますよね、はい、でも損傷具合によってできるかできないかは、その開けてみないと正直わからないとこは僕はあるって言われて、できたらそれでやってほしかったんですけど、もう僕の靭帯だとそれはダメって言われたのでトミー・ジョンにはなったんですけど。でもアメリカの契約の中でそのトミー・ジョンに対してネガティブなことってあんまりないですか？してる方がいいです。僕の場合はフリーエージェントの時は、8年してなかったら9年目に切れるリスクが僕の場合は、逆にそろそろ来るだろうと、もともとね綺麗ではないんで、それがすごい綺麗だったら大丈夫ですけど、まあ、やっぱ日本からずっと投げてるのでもちろん綺麗ではないんですけど、トミー・ジョンしてるってことでもう切れないじゃないですか多分、ここ数年というか、まあそうですね、もう何十年とかは、ね、なのでしてる方が、まあ契約する側としてもそうですよね。そうですね、してない例えばメジャーで10年投げてトミー・ジョンゼロの人と10年投げて3年前にやってるだと、多分3年前にやってる方が取る方はリスクとしては確かにそうか少ないじゃないですか、肘に関しては、うん、そうですね、なのでしてることがマイナスには絶対ならないですし、いやもうアメリカのピッチャーがもうみんな何かしら手術してるからね、うん、が当たり前だもんね、日本はねしない人もいるけど、もう10年やって手術してないやつ、ね、やっぱどうなんだろう、その自分が肘を痛めたって、もう俺の中でそのすごくフォームもいいし、はい、やっぱり負担も少ないフォームだと思ってるんですよ、はい、で本人も自分が手術するなんて思ってなかったっていうじゃないですか、はいはい、そこが負担が強くなった理由とかってなんとなく答え出ました、うん、僕は単純に自分の限界が来ただけだとは思ってるんですよね。これが別に日本だとしても日本でもおそらくこうなってたと思うんです、うん、アメリカだからとかって言われやすいですけど、うん、日本でもおそらく手術してたと思いますし、まあ、投球フォームとかいろんなことがあると思いますけど、うん、ここに負担をかけないフォームっていうのも考えるのも大事なんですけど、基本的には結果残すことが大事なので、うん、まあ、僕が手術したのはプロ入って16年目とかそういうところなんですけど、そんなこと考えてられないというか、まあうね、もうバッターを抑える、まあ、球を投げるために必死だったので、まあ、正直限界かなっていうところですかね、うん、僕は、うん、こういう投げ方してたらよかったなとかっていうのもあんまりないですし、後悔とか何かそういった理由があったわけではなくて、そうですね、投げた後特別肘が毎回すごい張るタイプでもなかったので、うん、そこまで投球フォーム的にも無理はしてなかったんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあ、スピードもそんなにねめっちゃ160キロとか投げるわけではないので、単純に人体の限界というかそういうものだったのかなと僕は思ってるんですけど、うん、長くやってたらどっかでねそのタイミングが来る可能性ってどのピッチャーにもやっぱかなりあるってことですよ ね、まあすよね、まあ、だから肩よりは肘で良かったなっていうところですよね。いや、それは思う、うん、ピッチャーやっぱそう思いますよね、はい、トミー・ジョンだったら戻れるんで1年で、はい、肩だとねまた復帰が難しかったりとか そのまま引退ってなりがちですから、はい、大谷選手2回目あったじゃないですか、はい、そういう選手もやっぱ結構多い、2回目はやっぱ少ないです。まあ一緒なので人体なんで、その1球でもう綺麗だったのに1球で切れる人もいるわけじゃないですか、人体が。なので2回目ももちろん切れるリスクはあるんですけど、まあ、あとはもうねそんなここから10年20年投げるわけじゃないので、まあ、引退するまでは投げれるかなというか勝手に自分が思ってるだけで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。オリジナル練習ってないんですか？オリジナル練習ですか？ないですけど、僕すごい球数少ないんですよ。アメリカでも少なって言われるぐらいの、その投げ込みとか中4日で間に1回先発でブルペン入るじゃないですか、はい、僕12、3球しか投げないんですけど、すげえ。本当全球種1球ずつぐらいで、本当にもうすごい軽く投げるんです。50球ぐらい、50% ぐらいで。なんかその考えにたどり着いたのって、あそこってなんかみんなそのメンタルの安心が欲しいのかなっていうか、そうかもしれない、その次の試合に向けて、まあ、よしこれでいけるんだっていうので、で調子悪いと球数増えていくじゃないですか、みんな、はい、それ見ててわこれメンタルだなと思って、で軽く投げたらいいも悪いもないんでメンタルに来ないんですよ。である程度の最低限の投球フォームだけ確認できれば僕はいいので、軽く投げて
そのイライラもしないし、まあよしこれだっていうのもないんですけど、安定したメンタルで試合に次に迎えるというか。試合前も少ない。試合前はでも僕は30球ぐらいは投げます、はい、どっちかというと立ち上がりが得意ではないので、しっかり温めてから行きたいなっていうのは。でも少ない方が絶対無駄は省けるから、はい、体への負担減らした方が絶対ですよ ね、 そうですね、まあ、中継ぎとかもやっぱそうなんですよ、うん、その行く前にどれくらい作らないかっていうの大事だから、はいはい、絶対数は減らした方がいいですよ ね、 そうですよね。昔はやっぱり日本だと40球とか投げてたので、その間のブルペンでもなんならじゃあもういらなくなる日が来るかもしれないね。そうですね、シーズン終盤とかだと投げない時もありますね、はい、そうだよね、しんどいなっていう時は、うん、絶対それできた方がいいと思う、はい、そのシーズンオフは投げ込みとかはあるんですか。あ、もうそれは絶対しないですね。絶対しあ、キャンプもなんかだんだん年々少なくなっていくんですけど、スプリングトレーニングの前は僕2回しか入らないんですよ。30球2回で試合1イニング、まあ、最初1イニングですけど、あのライブ BP とかやる、ライブ BP、 あ、ライブ BP1 回ありますね。そうですよね、その前は2回ぐらいですかね、ブルペン30球2回とか。え、結構みんな入ってる中1人入らない。みんな結構入る、みんなは多分オフシーズンから結構入ってるんですけど、僕はあんまり入らないですね。いやでもこれはある程度技術がある人じゃないとできないです、うん、やっぱそこで変化球とか覚えようとかフォームを作ろうとかっていう感じになるから、はい、そうですね。あとまあスプリングトレーニングで試していけばいいかなっていう、もうフォームもそうですし、新しい球種も、うん、だキャッチボールでそこそこできるんじゃない、ね、あとはキャッチボール、そうですね、キャッチボールでも新しい球種とかはもういいやろうね、はい、いろいろやったりとか。話聞けば聞くほどちょっとタイプ的に一緒、聞きます ね、 、うん、ね、分かる、天才タイプというか、これが B 型だったらマジ最悪最悪B 型だったら褒めてんだよ、褒めてんだよね、 B 型でありたかった両サイドからさ、なんか褒めてないみたいな2人がいや羨ましいですよ僕らからしたらね。じゃあ僕が古田さんとバッテリー組んでればすごいいい相性だったかもしれない。そう、すごいいいと思うよ。毎回ノーヒットノーランやってるそんなピッチャーおれんよ。まあ無駄は省きたいっていうのと、そう、無駄がない、はい、まあ、あとはなんか自分でストップかけないと、そのやっぱ言われたままやると自分が壊れるなと思ったんですよ、はいはい、試合でもう自分でストップかけないと、練習とかで減らさないと、うん、試合でやっぱいっぱい投げるんで、どこで減らそうかなっていうので、まあ、じゃあ減らせるところ探したらキャンプとその登板間のブルペンしか減らすところがやっぱないじゃないですか。試合減らすことはできないんで、なかなか。すごいな、いい番組っすねこれね。勉強になるね。なりますね、うん、先のイメージがあってコツをつかんでとかってなると、やっぱ無駄の省き方とか意味のないものはしないとか。昔だから投げ込みとか嘘ついたことありますよ。やっぱ100球投げろっていうのあったんですよ、でブルペンキャッチャーに言ってお願いします。50球ぐらいで終わって。やっぱこれが生きていく道ですよね。やってますもんね、絶対、ね。絶対やってるよこの顔。言われた数いいダッシュなんかしたことない。それ10本って言われたらいかに8本にするかとか、どんなものにするかっていう。僕はちゃんと走るのはちゃんと走りますよ。必要だと思うのはやるけど、そうじゃないものはしっかりやらないっていう。そうですね。PL なんつったらそんなできないでしょ、だって。いや PL で生き残っていくためにはそうやってやっていかないと。逆に。その逆に真面目に全部言われたことやってたら死にますよ。だから僕とかあったのはその真冬に湯気出したら終わってやるって言われたんですよ。走って。みんなブワー行くじゃないですか。僕は一人寮に行ってお湯沸かして頭からかぶって終わりましたって湯気出ましたって言って終わったんですよ。 OK って言われて、もう5分ぐらいで何もせずに終わったんで。そういう感じ。ううもう生き残っていくためにはちょっと、あの近道とかもなんか、ね、途中で近道するとバレるんで、僕はもう全速力でもうみんなが見えないぐらいまで行って、あの行って近道すればもう楽勝でずっと1位みたいな。地位感じる。すげえ、はい、あれだね、なんかその野球界とかっていうよりもなんか人生のいい話だねそれね。そう、 PL とかはもうそうならないと生き残ってなんかいけないって思ってるんで。人生には近道ないっていう人もいますけどね、どうですか。ありますね。近道ではない、近道近道とは言わないけど、いい養老よく生きてます。いい抜け道というかね。そうですね、うん、ちょっと考えながら、ね、近道はないけど抜け道はある。抜け道ある。あんまり悪い方じゃん、なんか。いやこれをよく使えばいいんですよ。そういうことね。なんかやっぱ今時その真面目にね、すごい一生懸命真面目にやって苦しい苦しいっていう人はそういうことをした時に、あ、ちょっと楽になるなって気持ちが楽になるじゃないですか、まあ、なるほどね。そもそもこういうふうに考えてる人たちはそういう窮屈な生き方しない人たちだから、そういう人たちが聞いた時に楽になるんですよ。
原活ぎ窮屈言ってたって自分で。じゃあそれはバランスだから。いや、いい話ですよね、こんなの、はい、ありましたね。適当に生きてるやつなんてそれ当たり前と思ってるから響かないんですよ。確かに。でも一生懸命生きててもう窮屈で苦しいっていう人は、あ、そうなんだ、マイケンさんでもフルさんでもあんなすごい選手でもそうやってやってきたんだったら私もそうしようってなりますよ、ちょっとぐらいはね。まあまあ時には抜くことも大事ってことですよ、やっぱり。でもマイケンとか何か内科で見ても40以上で絶対やれそうやもんな。やれますね、どう見てもね。いや、そこまで気持ちが持つかどうかですけど。まあまあまあ、はい、なんかルーティンさえ守ればいけるよ。ずっとなんか最近辞めてる人とかの話聞くとめっちゃ楽しいよみたいなみんな言うんすよ。うわ、なんか羨ましくなってきて。もちろん現役が幸せなんですけど、うん、なんか辞めてる、なんかみんな辞めたらいくらでも楽しい思いができるんだったら苦しい思いできるうちにやった方が絶対いいっすよ。楽しそうだなと思って絶対いいっすよ。それはいいっすよ、だって終わったらもうフリーで楽しめる。いつでもね、いつでも楽しめるんだもん。みんなインスタグラムとか今あるじゃないですか、ゴルフとか行ってんの見て。いいな。いつでもできますから。いつでもできるんだもん、そんな。